はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、OB代理団浜中治選手を阪神純正を獲得するべきかについて解説していきます。はい、というわけで11月28日より開催されている OB 代理団で、阪神は浜中選手が登場しました。で、OB 代理団というところで、30連のみのガチャシステムとなっていて、選手ボーナスありのランキングイベントが来てて、イベントとしては、神戸プロスピヒーローズが登場しています。で、ランキングに関しては3枚に入ると S ランク OB 代理団選択契約書、1枚に入ると S ランク OB 代理団選択契約書と A ランク OB第2弾選択企画書を獲得することができます。というわけで今回の動画ではまずは浜中さんの能力チェックをやって、その後に浜中さんを獲得するべきかっていうのをリーグリア対別で解説していきます。それではまずは浜中さんの能力チェックやっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずは能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは浜中さんの能力チェックやっていきましょう。というわけで能力の方が弾道アーチストリーミートから78、77、69の称号でミート A かパワー A かミパどっちが狙えます。というわけでね、絶妙な能力設定となってます。で、守備適性がライトのみとなっていて、ライト D58 なんで特殊で C60 にすることができます。で、裏の酸性が補給から50、39、34となってます。というわけでね、スローイングと肩が F っていうところがね、まあちょっとライトに置くには怖いところかなとは思います。で、特殊能力は超アーチスト片目対左投手となってます。というわけで阪神のアーティストっていうのはここまで、梅ちゃん、田淵さん、大山さん、バース、今岡さん、掛布さんとね6人登場していたんですが、実はね6人とも内野手のアーティストでした。まあ、大山さんとバースに関してはねサブポジで外野守れるんですが、メインポジションっていうところで言うと阪神は、ね、今まで内野手しかアーティストは出たことありませんでした。というところでね、今回の浜中さんが初の外野手のアーティストとなってます。はい、というわけでここからはリーグリア対別でこの浜中さん獲得するべきかについて話していきます。まずリーグ勢、リーグ勢に関しては余裕があるなら獲得した方がいいかなと思います。はい、というわけでね、今回のね浜中さんに関しては称号でねミパ同値っていうところは狙えるんですが、ミパ A 同値っていうところは狙えません。で、シリーズ2の同値に関してはね、檜山さんのところでも話したんですが、通常ではね現状ノイジーと大山さんが狙えます。で、そこに加えてスペシャルの方ではね、原口さんバース檜山さんとね、もうすでにね3人ミパ同値狙える選手が登場しています。というわけで今回の浜中さんで阪神純正的にはねすでに6人目のミパ同値の選手となります。まあ、なのでね他の選手を持っていてミパ同値決まってたりとかね、まあ、今後調合してミパ同値狙っていくっていう方に関してはこの浜中さんスルーするのもありかなと思います。まあ、ただねミパ同値っていうのはね何人いてもいいと思いますし、そうすることによってね総力型の近本さんとかね、あとは他でねミパ同値狙える選手でミパ同値が決まらなかった時なんかにね、この浜中さん調合してねミパ同値決まってればね、まあ、結構でかいかなと思うので、リーグ勢的にはね余裕があれば獲得しに行った方がいいかなと思います。まあ、ただしね今回浜中さんプロスピ自体にね初登場っていうところで、なかなかね A ランク持ってる方もねいないんじゃないかなと思いますし、まあ、今回ね浜中さん以外にもね高橋由伸さんとか赤堀さんとか糸井さんとかローズとかね強い選手がたくさん出てるっていうところで、ランキングも熾烈になると思うんでね、ランキングが熾烈になるっていうことはエナジーがかかっちゃうんで、本当にねエナジーに余裕のある方だけがね獲得しに行ったらいいんじゃないかなと思います。続いてリア対勢、リア対勢に関しても余裕があるなら獲得した方がいいと思います。はい、というわけでねやっぱりねリアタイ的にはね弾道アーチストっていうところはね、まあ、今岡さんのねパワーが低くてもね打ちやすいっていうところを実感してる身としては獲得しておいた方がいいと思います。で、リアタイ的にはね、まあ、ミート A っていうよりかはねパワーインできたらいいんじゃないかなっていうところがあるんで、まあ称号つけれるならねパワー A 狙える称号をね狙っていってつけるっていうのがいいと思います。で、守備適性に関してもねライト D58 っていうところでギリギリ特殊でシーンできるんで、まあ、守備範囲っていうところで言うなら悪くないかなと思うので、まあ、この浜中さん獲得してライトで使うっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、ただしね、まあ、補給が50あるっていうところでまあいいかなと思うんですが、スローイングと肩がね39、34っていうところで、まあ、スローイングに関してはね特殊すればギリギリ E には乗せれるんですが、肩に関してはねもうどうしようもないっていうところがあるんで、まあ、ちょっとね肩が不安だよっていう方とかね、糸井さん今使っててっていう方なんかはね結構肩弱いなって感じるところあるかなと思うので、そういう方に関してはねもしね獲得するなら DH とか代打とかで使うっていうのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに自分に関してはね一応センター近本さんをね肩 A 時代のものを使ってやってるんですが、今のね肩 E の近本さん使ってる方の話聞くとね、やっぱり肩 E41 でも結構しんどいわっていうのをねたまに聞くんでね、まあそれより低い肩34っていうところなんでね、まあそれこそねランナー2塁とかで長径しちゃってた場合、ライト前ヒットとかでもね普通に2塁ランナー変えるとかっていうのは全然あるんじゃないかなと思います。
で、特殊能力に関しては、アーティスト片道対左投手っていうところで、若干使いにくい特殊能力ではあるんで、もしね、スタメンで起用するのは1番バッターかなと思います。まあ、なのでね、守備気にする人は代打の方がいいかなって言ったんですが、もし代打で使うなら、この片道は上げなくていいと思います。やっぱりね、片道っていうのはね、2打席目回さなきゃいけないっていうところがあるんで、まあ、代打で使う方なんかはね、もうこの片道は上げずにいっていいんじゃないかなと思います。で、逆にね、DH とかスタメンで使う方に関してはね、もう1番バッターとか2番バッター起用で、まあ、片道上げてね、使っていくっていうのがいいと思います。まあ、ただちょっと贅沢な起用にはなるんですが、相手投手がね、先発左だった場合に、ね、いきなり代打浜中さんで、2打席目まで回すぞっていう方に関してはね、片道上げるのもありかなと思います。まあ、ただしね、先リーグのとこでも言ったんですが、今回の OB 第2弾に関しては、高橋由伸さん、赤堀さん、糸井さん、ローズなどとね、もう強い選手がたくさん出てるっていうところがあって、特に能力的にこの浜中さんの完全上位互換になっちゃってる、高橋由伸さんもね、出てるっていうところがあるんで、基本的にね、ランキングは熾烈になって、まあ、おそらくね、ランキングは知るってなるならね、エナジー以上かかると思うので、無課金でやってる方でね、それ以上エナジーがなかったり、あとは課金できる方でもね、ちょっと予算がっていう方なんかはね、無理しなくてもいいんじゃないかなとは思います。まあ、ただね、やっぱりね、最初にも言ったんですが、アーティストっていうところがあるんで、まあ、できるならね、獲得しておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして最後、浜中さん好きの方は獲得してください。はい、だけどね、浜中さんに関しては、プロスピが8年間って初登場っていうところでね、まあ、ここまで1回も出てなかったっていうところ、かつね、初登場なので、今後ね、どれぐらいの周期で来るかっていうのもね、一切わからない状況となってるんでね、それこそ OB なんてね、次回登場が5年後なんていうことは全然ありますし、阪神だとね、2016年の OB 第一弾、初っ端の OB でね、登場して以降、1回も赤星さんが登場してこないなんていうところもあるんでね、もう浜中さん好きの方に関してはね、ぜひともこのタイミングで獲得していただければなと思います。それこそね、自分の話を例に挙げて話すと、2016年のね、赤星さんに関してはね、OB 第一弾っていうところでね、一番最初の OB で、自分もね、当時プロスピやってなかったっていうところでね、現在でも獲得できてなくてもね、まあまだやってなかったしなって割り切れるところはあるんですが、このね、2019年の新庄さんに関してはね、当時プロスピやってたにもかかわらず獲得せずにね、まあ、スルーしちゃったっていうところもあって、かつね、まあ未だ日本ハムの監督やられてて TS 対象ではあるんですが、OB、TS ともに阪神版の新庄さんに関してはね、この2019年が現在唯一の登場っていうところでね、まあ、もしかしたらね、今後登場してくる可能性も全然あるんですが、現状出てこないっていうところもあってね、まあ、この新庄さん取り逃したっていうのをね、今でもめちゃくちゃ後悔してるっていうところがあるんで、浜中さん好きの方に関してはね、後悔しないようにね、できれば今回獲得しておいた方がいいと思います。はい、というわけで今回は阪神重戦が浜中さん獲得するべきかについて解説していきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、今回の浜中さんに関してはね、結構ね、強い能力ではあるんですが、リーグリア対ともにね、絶対獲得しなければいけないっていうわけじゃないかなと思ったんでね、まあ今回余裕があるならとは言ったんですが、まあアーティストっていうところもありますしね、ミーパー同値狙えるっていうところもありますし、OB なんでね、今後いつ出てくるかわかんないっていうところがあるんで、基本的にはね、獲得しておいた方がいいかなとは思います。というわけで、もしよければ皆さんが浜中さん獲得するか、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。